佐藤あやみです、今回はですね、じゃーん、ダイソーでお買い物してきました。というわけでですね、今回はダイソーに行ってきたんですけども、今 SNS で超バズっているコスメがあるらしくて、それを大量に買ってきました。プラスあと日用雑貨というか、日用雑貨ですね、はい、を購入してきたので、そちらの方を皆様にご紹介していきたいと思います。では早速スタート。まず1つ目、じゃん、こちらなんかね、パスタをチンして茹でれるやつでございます。という感じのものです。はい、ここにも書いてあるんですけど、こういう風な穴が開いてるらしくて、この穴にパスタを入れてまず計量できるみたいです。で、次に蓋を外して加熱、レンジでね。で、その後湯切りをすればパスタが完成するというものらしいです。めっちゃ便利じゃないですか。私いちいち毎回茹でるんですよね、鍋で。まあそれがスタンダードな感じだと思うんですけども、でもね、これがあったら電子レンジでささっと作れるので、すっごく楽だなと思って。まあ、ちゃんとね、茹で具合とかがどんな感じなのかわかんないんですけど、この通りにやってみて、ちょっと柔らかかったら時間をちょっと減らしてとか、自分で調節しながらやっていこうかなと思います。次こちら、はい、またキッチン用品ですね。こちらのスポンジを購入しました。キッチン用の、めちゃくちゃ可愛くないですか。なんかこのソルト、シュガーとか書いとって、しかもね、見て、実はグレー系のものなんですよ。はい、私グレーがすごい好きなので、スポンジとかもグレーにしてるんですけど、その猫ちゃんの 3COINS で買ったものがもうストックが切れちゃって、新しいスポンジを買おうということでダイソーで購入してみました。こちら2個セットでした。すっごいふわふわしてて、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。低反発のスポンジらしくて、すっごい気持ちいいんですよ、もちもちしてて。で、ちっちゃめなので、こうなんだろう、奥の方までとか細かいところもキューって洗えるかなと思います。これすごい可愛いし便利。ただ匂いがものすごいですね、これ。おお、すごい、なんか苦い匂いっていうか、なんか独特な匂い、わかりますかね、機械とかでよくある。わお、まあでも匂いぐらいはとりあえず一時したらなくなるかなと思うので、まあこちら使ってみようかなと思います。次こちらです。じゃーん、ガールズなんとか研究なんとかみたいなあるじゃないですか、そのシリーズのものです。で、こうやってよく見ていただくとわかるんですけど、こちらグレーでございます。可愛くないですか。ウェットシートがこんな可愛いんですよ、パッケージ。こういうノンアルコールのウェットティッシュが欲しくて、お尻拭きとかね、ちくわちゃんの顔とか拭いたりするようなものはあるんですけど、こういう机の上拭いたりとか、ちょこっとなんか汚れがね、あった時パパって拭けるようなものがなかったので、で、手も拭けるし、こちら便利だなと思って買ってみました。はい、次こちらです。はい、こちら全面保護って書いてるんですけど、全面保護 3D ガラス、 iPhone 用の8と7用ですね、の白縁のものかなを購入しました。で、こちらがね、液晶保護ガラスなんですよ。ショップで買ったら2000円3000円ぐらいするやん。それが100円で売ってるっていうね。実は私こういう種類ね、100均のやつ使ったことがあって、この間携帯落としたんですよ。ちゃんとガラスだけが割れてくれました。画面割れてなかったんですよ。だからすごい使えると思ってリピートでございます。心配な方いらっしゃると思うんですけど、多少のね、こうガンっていう衝撃ぐらいだったら、このガラスがちゃんと割れてくれて画面は保護されていたので、まあ100円だからね、ちょっとすぐ割れてもまた買い直そうってできるから便利かなと思います。これね、すごくおすすめです。次は SNS でバズってるやつなんですけど、こんなにいっぱい、こんなにいっぱい、わかるかな、こんなにいっぱい買ったんですよ。なのですごい大量なので、ちょっとザザッとこれはご紹介していきますね。このキティちゃんのコラボのものを購入しました。こちらが今すごいね、使えるって話題になってるみたいで、気になってはいたんですけど、売り切れとかも多かったので、カラーは全種類は揃えれてないんですけども、こちら買ってみました。リップスティックですね、こちら2つとも。で、これがオレンジのカラーと、パールクラシックローズというカラーにしました。こちらが、リップスティックでございます。こちらがリップグロスです。リップグロスのレッドとスモーキーローズというカラーですね。はい、こちらグロスを購入しました。はい、それとこちらアイシャドウでございます。アイシャドウがゴールドベージュとピンクブラウンのカラーを買いました。これはどっちとも春に使えるかなと思って買ってみました。で、こちらがチークですね。ローズピンクとあとオレンジのカラーを購入してみました。こちらも春に使えると思ったので買ってみました。すごいカラーバリエーションも豊富だったのでね、これはめちゃくちゃいいですよ。だって108円でパッケージもキティちゃんで可愛くて、
でカラーも豊富だし、結構今季流行るようなカラーとか、もう万能にね、どのシーズンも使えるようなものだったり、そういうものがあったので、すごく使えるなと思います。あとは色味とかどのくらい使えるかとかですね、まあ、108円なので普通に使えれば全然いいのかなと思います。はい、というわけで今回はダイソーで気になるものとか必要なものとかを購入してみました。いかがだったでしょうか。ダイソーはよく行くしね、最近は競り合い率が高かったんですけど、ダイソーも久しぶりに行くといろんなねものが多くて、他にも買いたいものあったけど細かい必要最低限なものにしました。すごい便利な商品だったり可愛いアイテムがたくさんありますので、ぜひ皆さんもダイソーでチェックしてみてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか、ダイソー行ってみたいなと思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。